こんにちは、タメです。今回は超究極ガトリンの僕のガチパ編成を紹介していったらなと思います。最初ネオは薄めの縦感で、クガの友情コンボとネオでリフレクションリングを出してガトリンを処理しに行きます。 2P のクガユーマだけ重心化にしてる理由は SS に運ゲーがないからですね。 4P だとしっかりと配置しなきゃいけないんですけども、重心化の方はですね配置しなくていいんですよ。だから普通のクガユーマの重心化を使っておりますね。うん。でなんで 4P だけ普通の重心化管理してるかと言いますと、4P にはね線形の書使ってないんですよ。だから重心化管理の方を使ってます。はい。でここでしっかりと 4P でハイシャインを倒しに行きます。で重心化回だとねしっかりと配置しなきゃいけないんだけど、 2P だとね配置しなくても 100% ワンパンできるんで、このミート紋章だと。なので重心化の方を使ってますね。で 1P で透明を解除させに行きます。でこれ横感ですね。ガイドもあるんで横感はミスりませんね。OK。これ左弱点でもワンパンできるんで、うん、はい、これでワンパンと。まあ、こうしてみるとさ、クガユーマにさ線形の書をつけて結構もったいないことをしてしまったって言ってる人結構多いんですけども、改めてこうして見てみるとクガユーマの重心化の方はまだまだ活躍しそうなんで、線形の書をつけても全然損はないんじゃないのかなって思いました。じゃあバイバイ。